今日はどんな目覚めだったでしょうか。いた。おはようございます。それでは今日の配信について、いや今日はギャ、はい、配信について、今日の配信のスケジュールを見ていきましょう。まずは今日は6項目あります。まず1つ目、朝の挨拶。2つ目、本日の英文。3、STU 体操。4、昨日の件について。5、思い出の品。6、送り出しと報告です。はい、それでは今日はこの6項目で話していきたいと思います。配信していきたいと思います。まずは朝の挨拶です。おはようございます。おはようございます。はい、あ、おはようございます。いた。おはようございます。本日の目覚めはいかがだったでしょうか。はい、今日はですね、昨日なんかすごいなんかいろんなことがあって、あの私はすごいよく眠れました。よく睡眠の質といえばもう良かったなって思います。すごい、みんなはいかがだったんでしょうか。熟睡しましたね。そうですね、昨日は楽しかったですね。あと昨日はカープがなかったので、なんかちょっと携帯の通知が少なかったなみたいなところはあるんですけど、寂しさはあったけど、まあ昨日はよく眠れました。カープがね、ちょっとね、負けた日は睡眠の質がね落ちますからね。はい、そんな感じですね、昨日の夜は。はい、ではこれは朝の挨拶です。朝の挨拶でした。はい、朝月曜日のカープファンあるある、ない、野球ファンあるあるないんですよね、月曜日は。カープファンは今林くんが癒しと聞きました。カープファンも林くんと宇草選手と中村選手がもう活躍してくれたら、なんか若鯉頑張ってるってこう興奮しますね。不調な中でも若手選手は頑張ってきてるので嬉しい。そう、林選手はなんか風格というか、こう打ち方というか4番手っぽいなんか感じさせられますよね。はい、では朝の挨拶でした。そして次です。続いては本日の英文です。本日の英文に行きたいと思います。バラバラバラ、はい、ここに決めた。これはちょっと、あ、はい、いきます。
本日の英文です。いきます。 Their plants and animals are very useful for humans because we can make medicine for disease from them。 本日の英文はちょっと高度でございます。いきます。 Their plants and animals are very useful for human from because we can make medicine for disease from them。これは日本語で言うと、植物とアニマル、植物と動物は人間にとってとても役立つ。なぜなら私たちはそれらで食料を得たり薬を作ったりするからです。と書いてありますね。いきます。Their plants and animals areVery useful for human because we can make medicine from disease from them for disease だった。はい、ということでこれをカープに例えるとTheir plants theirカープチーム are very useful from me becauseI can make I can make feeling from carp。 難しいな。 Carp team are very useful from me because I can make feelingfrom carp。 いや、はい、ということでこの今日の英語を振り返っていきたいと思います。本日の英語は Their plants and animals are very useful from humans because we can make medicine for disease from them となっております。ぜひ皆さん今日はこの英文を使ってみてください。ということで続いてSTU 体操に行きたいと思います。はい、これは毎日踊ってるんですけど一回もまだ最後まで完走できたことがないということなんですけれども、今日の STU 体操は成功するでしょうか。せーの、STU 体操、皆さんもぜひ覚えて帰ってください。覚えて目の前で配信の前で踊ってみてください。はい、いきます。今日はどれぐらい踊れるでしょうか。 STU48 体操、皆さん一緒に踊ってみましょう。最初は頭をね回すところから、反対、こっち、次屈伸ですね、足タッチ、右足、
もう一回しゃがむ、せーの、えいえいおう、えいえいおう、えい、あ、足タッチ、後ろ、まあ、え、ね、見え、顔しか見え、はい、パ、足タッチしてる、これこれ足タッチしてます、早く後ろから振り返る、後ろから振り返る、後ろから振り返る、振り返り美人、これ早く次、肩を回します、肩を回します、はい、肩を回してください、あ、腕を回します、早く、トゲ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 、早く早く、わからなかったらマイケン体操、あ、かかとだ、あ、かかと、足、もも上げる、はい、一旦休憩ですね、ここでは次は顔の体操に行きたいと思います、皆さん、ウインクの準備はいいですか、行きますよ、いっせーので、ピース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 、はい、またいただきますからのパッカン、早くバイ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 、こやつ膝とタッチ、反対、しゃがんでポーズ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 、こういうのは最後やりきった顔をするのが一番大切です。では皆さん、今日の STU48 体操はいかがだったでしょうか。朝から元気に踊ってみました。これで目覚めたか、皆さん目覚めたかと思います。はい、 STU48 体操でした。皆さんも一緒に覚えて楽しんでみましょう。それでは次のコーナーです。次のコーナーは昨日の件についてです。話してみたいと思います。って送ってください。昨日の件について報告なんですけれども、ちょっと写真を取り込み、はい、皆さん、ただいまも戻りました。あ、いやいや、今メイクしたけど、はい、昨日の件について報告したいと思います。それではまずこの写真を見てください。見ましたか？これが問題の黒ギャルの写真です。はい、こちらの写真になっているんですけれども、昨日のこれが昨日の件です。
なんとですね、速報です。昨日の夜カイコカーの配信にお尋ね者がいました。お尋ね者じゃないんですけど、はい、その子がですねショールーム配信をしたんです。カイコカーのショールームで名前はカイココアレボリューションと言っております。はい、皆さんこれについていかがですか。何やっちまったな、なんだって語彙力を失った子あ、そうです、名前はカイココアレボリューションという子です。衝撃です。そうそう衝撃です。はい、セノレボリューションはバズった。この子はですね、でもですね門限が10時で9時が過ぎたら母さんに連絡をちゃんと入れるそうで、早寝早起きは三問の徳と言っておりました。悪い人ではなかったそうですね。あと赤点は回避するものじゃないって言ってましたね。赤点は回避するためにあるものじゃないとか言ってましたね。あと1週間分の課題を全部終わらせたと言っておりました。皆さんこの点についていかがですか。普通に可愛かったからきっとすごい可愛いんだろうなって。真面目でいい子だったわけね。そうなんです、意外に頭良かった。そうなんです、素晴らしい子だと思いました。めっちゃいい子、真面目な子だそうですね。はい、あの思っているよりも人はやっぱりこういくらギャルっぽく見えても、まあ、見た目に判断されてはいけないと。はい、どんな姿でも私に感想を聞きたいですね。はい、企画の一環としてやってみたんですけれども、どうでしたか。おはようフォローしました。あ、昨日のあれですかね、斬新でよかった、笑った、昨日一笑いました。まずはびっくりした、懐かしい気持ちになった、まだ助かる、びっくりしました、超可愛い子だね、もう少し語彙力を、あげぽよ、母さんの若き日の目、日の若き日の姿かと、フォロー減ったやろ、楽しかった、母さんに惚れた、帰りボリューションすぐに切った、懐かしかった、爆笑、楽しかったよ、面白かったよ、すごいメイクだった、知ってる子かじゃなかった、楽しかったですよ、面白かったですよ、おきぽがギャルコラボしたいで斬新、個人的には白ギャルなんでお話聞いてもぜひ特になし笑いました、実際面白かったけど実際フォロワー数どうなってるか気になる、少ししか見てないから感想はないね、面白かったけど衝撃だったわ、注意して行こうでした、泣いた、笑大笑いした、あそこまでしなくても普通にギャルメイクしてほしいなと思った、仕事で見れんかった、心配になった、間違ったルームに入っちゃ、いろんな感想がありますね。これはちょっとまあ賛否両論ってことで、はい、一瞬配信間違えてみ間違えてしまったって言ったか言ってる方が多かったですね。まあでもなんかまあ刺激的な配信になって、まあオーライ、結果オーライということで、まあ、楽しかったのでオーライということになりますね。はい、あの配信を見てくれてありがとうございました。ここで自己紹介をしたいと思います。いきます。STA、 あ、私が耳を向けた、ちょっと急なんですけど、私が耳を向けたらココアとお願いします。そしてココアとお願いします。そしてはい、ココアとお願いします。いきます。 STA の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を、広島県出身17歳のカイコカーです。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。私は1日50人フォロワーを増えることを目指しています。ぜひ皆さん
フォローよろしくお願いします。通りかかった際にはぜひフォローお願いします。そしてフォローと拡散よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで自己紹介しました。それでは丸五の思い出の品について話したいと思います。今日紹介する思い出の品はこちらです。ドン、収蔵カルタ。収蔵カルタです。これはですね、いつだったかな、小学生ぐらいの時になんか毎日収蔵、毎日収蔵カレンダーみたいなのがすごい流行ったんですよね。小学校だったかな。その時にカルタを買ってもらいまして、みんながカレンダーなら私はカルタでって言って、はい、カルタを買ってもらったんですけど、これはなんか年末とかにねするのがすごい楽しくて、STU でもしたくて一時これをずっと持ち歩いてたことあったんですけど、ただリュックが重くなるだけで一回も出すことはなかったです。まあこれいつかやりたいですね、マイカーとかで。おお、マイカーとかでやりたいですね、これは。はい、いつかやりたいと思います。ソラハが読んでほしいですね。松岡修造さんの方、いつも元気になります。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、ということで思い出の品でした。それではね、次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーは送り出しと報告です。はい、昨日ですね、今日から始めることと言って、あとなんだっけ、今日から始めることって言って花を育てようみたいな感じで言ったんですけど、花の種を買ってきました。はい、花の種を買ってきたんです。こちらになります。じゃん、ベッドに巻きません。はい、コスモスミックスとマリーゴールドを買ってきました。なんかどっちがいいんかなと思って、どっちも7月とか10月に花が出るそうなので、ちょうどいいかなと思って買ってみました。なんでこの2つにしたかというと、なんかまずコスモスはなんか結構好きなんですよね。なんか形が可愛くて、だいたい人が描く花って、まあこういう人がなんかこう絵に描く花ってこういう感じじゃないですか。こういう感じじゃないですか、まあ花って人が描く花。なんかこれってなんかコスモス由来なんじゃないかなみたいな感じで思って、でだからだいたい人が描く花とかの想像ってコスモスから生まれてるものなのかなと思ってこれにしてみました。まあボタン花とかもあると思うんですけど、はい、普通にしてみました。でマリーゴールドはこれあと1個だったから、これなんか私惹かれがちなんですけど、なんか限定品とかあと1個しかないとかなるとそれに絶対手を伸ばしてしまうんですよ。
まあ、みんなもあるあるかもしれんけどねっていう感じです。まだ植えてないですね。はい、ということになっております。女の子ですしね、限定とか。そうなんですよ、いつ植えるんですよ。瀬戸チャレ見てます。 ありがとうございます、嬉しい。今日は火曜日か、瀬戸チャレは木曜日ですからね、ぜひ見てください。私が出てなくてもチェックしてください。マイカーのメンバーが出てるので。私あの目標があるんですよ、今年スチューデンツに出ることが目標です。では、はい、あの今日の報告でした。それでは送り出しに行きたいと思います。皆さん送り出すんですけどね、皆さん今日は火曜日ということで、はい、まだまだ週の前半ですけど、頑張る準備はできてますかね。はい、頑張ってください。ではあの今日も朝からね、まあそうですね、憂鬱な方もいると思うんですけど、朝早いし眠いしなんだよって感じかもしれないですけど、みんなで力を合わせて乗り切りましょう。手を伸ばして、えいえいおー、ということでランキングをやりたいと読みたいと思います。13位ヒサさん、12位ジョックスノーさん、9位、11位、ね、メガネおばちゃんさん、10位こげパンさん、9位団子部長さん、8位ネココアさん、7位癒し系さん、6位ヨウさん、5位タクゾさん、4位ケブピー H さん、3位こもめまきさん、2位スエンさん、1位はのっしーさんです。ありがとうございました。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日も一日頑張ってください。それでは放送を終了します。放送終了まで3、2、1、今日も元気にいってらっしゃい。バイバーイ。